FMPAC カートリッジ外観 FMPAC は、松下電気産業より1988年7月25日に発売された MSX コンピュータ用の拡張カートリッジである。正式名称は FM パナーミューズメントカートリッジ。パナーミューズメントカートリッジと同様の一部のゲームなどに対応したバッテリーバックアップメモリ並びに YM2413 を搭載し、MSX に90話音、もしくは60話音、ドラムセット5音の演奏機能と、対応ゲームに対するデータのセーブを実現する。希望小売価格は7800円。FMPAC は、FM パナアミューズメントカートリッジを省略した呼び方である。その他、FMPAC、または、FMPAC と略される。 使用に際しては MSX 本体のラムが3 2イト以上必要である。カートリッジの携帯で供給され、パナアミューズメントカートリッジ同様、8イトの SRAM を搭載しており、8つのセグメントに分けてゲームソフトなどのセーブデータを記録することが可能であり、 パナーアミューズメントカートリッジと異なり紅述のパックコマンダーと称するユーティリティが内蔵されており単体で他のカートリッジを含むセーブデータの管理も可能となっている紅述の MSX ミュージックに対応したハードウェアでもあり標準では PSG が3チャンネルと1ビットサウンドポートのみの出力しか持っていなかった MSX ににオペレータモノフォニック Q アオン または6アオンリズム5アオンの発生を拡張することも可能である。縦 210mm、幅 108mm、厚さ 17mm と一般的な MSX 用カートリッジに比べてやや正高のサイズとなっている。FM 音源の出力は拡張スロットの寸陣端子に接続され、本体の音声出力に合成される。 本体が持つ音源とのミキシングバランスは MSX 規格側で定義されていないため調整できるようカートリッジ上部のスライドスイッチによって3段階に切り替えることが可能となっている MSX の標準拡張音源規格として MSX2 の策定時に MSX オーディオが定義されていたが実際に MSX のオプション機器として製品化された FSCA1 が34,800円と高価な上にほとんど普及しなかったため低コスト版として開発された MSX オーディオ規格と比べて FM 音源チップが廉価なものになったほか PCM 用のラムなどを必要とせず拡張ハードウェアとして発売された FMPAC では 音声出力も拡張スロットの音声入力を使用するなど大幅にコストダウンされている。音源チップとして YM2413 ソフトウェアとして拡張ベーシックと FMBIOS で構成され他の MSX の拡張ハードウェアと異なり拡張 BIOS は提供されずスロットに FMBIOS をマッピングした上で 直接エントリアドレスをコールする実装になっている。拡張ベーシックは MSX オーディオのサブセットになっているが、音名が同じであっても MSX ミュージックでは、ハードウェアプリセット音が多く含まれ、似た音は出力されるものの、同じ音が発生されるわけではない。また、ハードウェアプリセット音に該当する音色は、ロム内には MSX オーディオと同じパラメータがセット。 されているものの、拡張ベーシックで該当する音色を読み出そうとした場合には、イリーガルファンクションコールが発生するようになっている。口述の MML 説にある通り、通常利用される平均率以外の音率を指定できることも、他の純正、MML や音源ドライバには見られない特徴である。なお、フンパックの発売時期が、MSX2 と MSX2 の間で、 MSX2 の規格と一緒に資料が出ていることからメーカーオプションとして発売されたものが規格として取り込まれたと認識されることが多いが対応するソフトウェアのパッケージには当初より MSX ミュージック対応と8部音符のロゴと共に書かれており規格の定義の方が先で初期のソフトウェアであっても存在しなかった MSX ミュージック内蔵の本体でもバグがない 限りは正常に対応している。最大2本実装されるよう考慮された、実装の MSX オーディオと異なり、MSX 規格の i、オーポートに定義されたポートは1つ分であり、公式のドキュメントである、MSX ラタパックの該当部では、MSX ミュージック内蔵機器に、フパックを追加した時を例に、同一アドレスに、 複数の同一音源が接続されることで音量が2倍になることを挙げ、内蔵機器を検出の上、存在しない場合に、カートリッジ側の愛、オーポートを有効にするように明示している。また、商用アプリケーションについては直接制御を禁止し、分オ図を呼び出して制御することを要求している。 内蔵機器と増設機器では識別子と電源投入時の初期状態が異なっており、前者は無条件に I-O ポートに接続されているが、後者は明示的に接続してやる必要がある。直接制御を行う場合は内蔵機器を検索し、存在しなければ増設機器を検索し、 存在した場合は該当スロットのフラグとなるアドレスを読み込んだ上でフラグを立てて書き込むという処理が必要となる。フンビオズのイネオプルをコールした場合はフンビオズを含む初期設定が行われるがイネオプルを呼び出す場合該当スロットのページ1の状態が書き換わるためメモリマップによっては注意が必要である。初期状態では 音源部は無効であるため、口述のユーティリティの利用も含め、バックアップメモリカートリッジとしてのフンパックの複数の接続、利用は問題はなく、ユーティリティも各々を認識することができる。このように、システムとしては複数の音源をサポートしないものの、MSX オーディオとは別のリソースが割り振られているため共存は可能で、ムーンブラスターなどのソフトウェアが 同時仕様をサポートしているほか、MSX クラブ GHQ のドームオブタイムなどのデモプログラムなどで、ステレオでの再生を実現しているものなどがある。ドライバーにあたる FM バイオスは、当時 T&E ソフトに在籍していた、前述の富田修玄による設計とコーディングである。1989年11月に発売された、マイコンベーシックマガジンの別冊である。 MSX、MSX に、MSX に MS、ゲームミュージックプログラム大全集では、多くの使用曲が収録された。最初の商品化された実装である FM、PAC は、爆発的なヒットを記録し、多機種のゲームをも含めた、ヒットチャートで、ベスト3入りを記録した上、 パーソナルコンピュータ全般を取り扱うマイコンベーシックマガジン市場の音楽プログラム投稿コーナーへの投稿の8割が MSX ミュージック用のデータで占められたとされ、また1989年5月から1990年4月までに実際に掲載された音楽プログラム61本のうち15本が MSX ミュージックのものであった。本製品発売後、 リリースされた MSX2O のアプリケーションにおいても多くのソフトウェアが対応した。MSX2 ではオプション扱いの規格であるが MSX2 機で実際に m s x ミュージックを搭載しなかった機種は松下 FSA1FX などごく一部に限られており事実上の標準搭載機能となっている。後に制定されたムズクスチャーバーにて正式に 標準仕様に含まれた。使用するには MSX 本体のラムが32機部以上必要である。前述のように MSX ミュージックのシステムは複数の IM2413 が存在してもどれか一つを使用するよう定義されておりソフトウェア的なサポートも存在しないが MSX の拡張機器の実装として推奨されている メモリマップドアイオーの存在やスロットの仕組み並びにカートリッジ内音源の有効無効の選択が可能になっている仕様から独立制御が可能である。音声出力がスロットの端子を経由する出力のみの FM、PAC 以外は商品化がなかったため用途は限定されるものの内蔵デバイスはアイオーポート、フンパックは デバイスの有効無効、スロットの切り替えとメモリマップ度い、o の併用によって、ハードウェアをダイレクトに制御することで、最大10個の YM2413 を制御する、試みも存在している。また、YM2413 を DAC として利用する、試みも、制御のシステムとして、m s x ミュージックのハードウェアを用いている。本製品は、 パナアミューズメントカートリッジの上位機種としての側面もあり、同製品に相当する一時電池によりバックアップされる SRAM が搭載されている。ハードウェア的なバックアップメモリとスロットにマッピングするための仕組みのみであった前身となる製品と異なり、本製品ではパックコマンダーというデータ管理用ユーティリティソフトがロムに内蔵されており、ベーシック上から コール、フンパックと入力することで起動できた。ユーティリティを起動すると音源のテストとサンプルを兼ねた BGM が流れ、コピー、クリア、チェンジ、ファイル削除、スロット、BGM のメニューが表示された。スロットのメニューのみ接続スロットとの対応を確認する機能のため、単体で接続された状態で実行する必要があるが、それ以外のメニューは、 電源投入時に接続されている PAC 並びに、フンパック、フロッピーディスクを対象としたデータのコピー、削除、移動などのマネジメントを行うことが可能になっている。取扱説明書、ユーティリティ内のメッセージはコマンドを呪文になずらえ、ゲームに模した独特の表現となっている。BGM は5曲選択できるものの、 YM2413 のみで構成された曲になっているため音量バランスの基準にすることはできず音を止めることも可能になっている。BGM1 は松下電気産業発売 T&E ソフト開発による MSX2 オゲームソフトアッシュギーネ濃空の画像のステージ 1BGM2 はオープニングでもの曲を FM 音源アレンジしたものになっている。t eSoft のコンポーザーでアンビオズの設計者である富田茂によると FM PAC サンプル曲のうち1曲は富田担当とのことである。FM 音源制御命令はコール命令のセットとして拡張されている。以下に主な命令とその使用法を述べる。基本使用は MSX オーディオの記述に準拠し内蔵音色などは異なるものの音名。 パラメータなどは、互換性を意識した作りとなっている。リムトネパーセント、4、i イコール0-215、READ オーストラリアドル、トネパーセントイコールバル、ネクスト。データレー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 レレー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  データレー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 レレ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 レ bh8h8sh8h8bh8bh8sh8h8 となる。b、バスドラム s、スネアドラム h、ハイハット m、タムタム c、シンバルとなっており、可読性に難はあるものの、一まとまりの mml で複数の打楽器を鳴らせる仕様となっている。なお、は、アクセントとして音量を、 通常のものとは異なる値に変化させる就職コマンドである。必ずしも音量が上がるわけではない。ベーシックでの演奏ではポルタメントが行えない、ビブラートが再現できない、という問題があった。直接レジスタを制御する Y コマンドで実現は可能であるが、直接送り込むデータを列挙するため、非常に煩雑で MML の可読性を著しく損なう。 MSX ミュージックのパーカッションの音色は、よくできているとは言い難く、多用される。スネアドラム等に対しては、音色を加工する方法として、PSG のノイズを重ねたり、PSG にはリフルなどし、音階が存在しなかったタムタムに対しては、Y コマンドにより、直接チップに対して、音程を指定する等の試行錯誤が見られた。電波新聞社間、MSX2、に、 ゲームミュージックプログラム大全集及び MSX2 にゲームミュージックプログラム大全集2では実際に掲載されている FMPAC 対応演奏プログラムの多くでドラムスの演奏にこのような工夫が見られるさらにベーシック上で FM 音源バイオスのワークエリアに直接値を書き込み 周波数のわずかに異なる2音を重ねでチューン効果を得る方法が確立されている。なお、PSG パートでは、タイマー割り込みと PSG のレジスタの直接変更、を用いたビブラート、コーラス、ソフトウェアエンベロープ、シンセタムなどの技法は、FMPAC 発売以前から行われている。これらについても、マイコンベーシック、マガジン、 ゲームミュージックプログラム大全集3、MSX2、2ゲームミュージックプログラム大全集及び MSX2、2ゲームミュージックプログラム大全集などで多くの実例が見られる。音色用レジスタを占有する音色も含めると MSX ミュージックでは64種の音色が用意されている。以下のものは制限なく使えるチップ内蔵音色である。 何分この他には同時に1音色しか使用できないため、ほとんどの MSX ミュージック用演奏データは、そのほとんどの部分が、この15種の音色だけで演奏されている。なおチップ内では、音色番号は0から15の値をとっており、下記の音色番号は、MSX ミュージック側が独自に割り振ったもので、ある。また、取扱説明書、P44 によれば、 音色名については参考のためにつけたもので音色によっては実際の楽器の音と異なることがあります。ということになっている。メジャーは M とマイナーは M と略記した。取扱説明書 P45 を参考とした。ありがとうございます。